こんにちは。人間の生きる意味って何なんでしょうね。で、人間と人間以外の生物の違いって何でしょうか。ひいては生物と非生物、要するにこの世の中にある物質とかね、生命体のこの境目って何なんでしょうかね。まあ、これを考えていくのが哲学というものですけども、まあ、壮大な暇がなければこういう思想っていうのはなかなか持てなかったり、それを証明するものが世の中にないというね、そういうこともね、なかなかユニークなことだと思います。まあ、ですんでね、生きる意味、働く意味、お金の意味、そんなの考えるまでに、まあそういうのに悩まないように、とりあえず稼いでおけばいいんじゃないかなと思うんですよ。で、私はお金を稼ぐっていうのはすごくね、素晴らしい行為だと思って、というのが、お金を稼ぐ反対側ではお金を払う人がいて、払う人ってのは、払った以上の価値を受け取ってるからなんですよね。喜びですとか癒しとかを。だから、儲けるってことは、誰かを助けてるとかね、誰かのフラストレーションを解消してるとか、誰かの悩みを受け止めているってことなんだろうと思うんですよ。そう考えると稼げない人がね、役に立ってないのかっていう風な視点になってしまいますけども、まあビジネスマーケットで結論を出すとすれば役に立っていないってことになるんですよ。ただね、やっぱり人間社会で役に立ってない人が意味がないのかっていうと、まあそんなことはないんですよね。というのが、人間の生きる意味ってのは別にお金儲けとかビジネスとか仕事だけではないんですよ。私はね、究極存在っていうことだけが尊重されるべきだなと思うんですよ。ただそこにいるっていうこと、もしくは思い出に残ってるってこと。だから死者がね、すでにこの世の中にいない人が聖徳太子とかアルキメデスが私たちに価値を与え続けている、喜びや悩み解決を与え続けているっていうふうに考えると、必ずしも何かをしてるから偉いとかね、どうこういう問題ではないのかなと思うんですよ。人間論で言えばですよ。ただビジネスの世界では、誰かが喜ばないと、もしくは誰かの悩みを解決しないとお金を払う人がほとんどいないってことを考えると、やっぱり誰かのために何かをすることがお金を得る最短距離なんではないかなっていうふうに思えるんですよね。うん。だからなんでしょうね、世のため人のためっていうのは本当によくできた言葉で、だって世のため人のためとかね、仮にですよ、この動画を見ていらっしゃる方いると思うんですけども、周りに自分にものすごくねプラスな行為をしてくれる人って迷惑ですかね。そういう人とつながっていたいですよね。ということは、誰かにメリットを与える人って多くの人からつながっていたいというふうに尊重される存在だということなんですよ。そう考えてみると、冷たくあっしゃられる人って好かれていないっていう現実はそこにあるのかなと思っちゃうんですよね。確かに冷たくあっしゃられたりとか二束三文の扱いを受けるってことは、大好きな人にはそういうことしないわけですから、だからやっぱりね、ちょっとこう人に好かれていく工夫もそこにあるといいのかなとか思ったりね。ただ正直に生きていたいと思えば、人に嫌われてもいいから正直に生きるのか、それとも多少ね空気を読んで目の前の人に嫌われない程度に本音をさらけ出していけばいいのかなとかね、こんなことねぐだぐだ考えちゃうのもまた哲学でございます。今回は久保哲郎の哲学を冗談みたいになってますけどね、まとめて送らせていただきました。それでは行ってらっしゃい。